どうも、こんにちは、ナッチでございます。今日はちょっと面白いものを見つけたので皆さんに紹介できたらいいなと思っております。まあ一部の方はもう知ってるかな。今画面に出てるのは北米版のパズドラの公式サイトなんですけど、日本以外のパズドラは今ガンホーコラボが来たみたいで、こちらですね、P&D ニュース、これを開きまして、ガンコラっぽいでしょ。でもさ、知らないキャラクターがほらいっぱいいるんだよ。これちょっと見ていきたいと思います。なんて書いてあるか全くわかんないんですけどね。はい、11月4日の0時からなんで、もうやってますね。長いね、2週間以上ありますね。なんかね、これキャラクターはどこ、キャラクター一覧とかはないんですかね。進化ページはあるんですけど、このキャラクター一覧がなさそうなので、進化のとこで見ていきましょうか。多分進化詳細だよね。 New Evolutions 出てきました。こちら、まずこの可愛いね女の子、どっかで見たことある性能してるんですよね。覚醒とかね、スキルとか、まあスキルちょっと情報量多くてよくわかんないんですけど、英語になるともうやばいですねこれ。文字の量が、これなんとね、キャプテンアメリカなんですよ。まんま、見た目が違うだけ。どうやら海外版はね、マーベルとコラボができなかったみたいで、その代わりなのか、全く同じ性能のキャラクターがガンコラに追加されてますよと。正直言わせてくれ、こっちの方がいい。やってさ、僕マーベル知らないからさ、ねえ、見た目可愛い方がいいじゃないですか。すいませんね、キャプテンアメリカさんね。マーベルたくさん武器ありますよね。その分ちゃんと追加されております。なんでまあパッと見ちょっとね、オリジナルキャラクターにも見えるんですけど、このデフォルメじゃないんでね、ガンコラと言ったらカードがデフォルメって感じなんですけど、それがないんでちょっとオリキャラにも見えますが、ガンコラキャラクターですね。元ネタは何なんだろう。あるはずだよね、ガンコラだからさ。元ネタのガンホーのゲーム何なんだろうこれ。あ、で海外版の無効貫通なんかね、あのムっていう感じじゃないから、なんかいっぱい矢印がなんか重力みたいなのが発生してますね。いろいろね、耳飾りかな、首飾りかな、もうよくわかりません。何飾りでしたっけこの辺。ブレスレットとかだったかな。はい、この辺もありますよと。すげえなんかさ、ガンダムみたいなやつがいるんだけど、こいつ誰、アイアンマンもしかして。かっこいいですね。この辺も閉じ込められておりますよと。いいなぁ。あ、この武器見たらわかるわ、これアイアンマンだわ。これちょっと覚醒クイズみたいになってるよね、昔の。はい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 、なるほど。で、この子がじゃあマーベルなのかな。確か10コンが3つあったよね、彼女はね。この子も結構可愛いですね。いいイラストしてます。シャモンズボード感があるな、イラストが。どうなんだろう。この子も閉じ込められておりますよと。もしかしてスパイダーマン。もしかして武器見たらわかるぞこれ。武器見たら、あー、スパイダーマンだ。マジか、ちょっと変わりすぎじゃない。だいぶ和な感じになってしまいましたね。これスパイダーマンっぽいっす。いやー、ちょっと面白いですね。この子はあれかな、あのダークフェニックスだっけ、なんか変身するやついたよね。それっぽいっすね。闇になってるもんね。それっぽいっすね。だいぶ変わるね。なんか髪の毛の色まで変わっちゃうね。こいつが、もしや、サノスか？名前がタピオ。タピオなのかな、本当に。タピオ、これサノスですよね、どう考えても。言ったんだもんね、そうだよね。てかタイプがいいね。フィジカルタイプってのがいいね。フィジカル&アタッカーだよ。タイプかっこよ。じゃあロケグルとかもこれいるんでしょうね。で、この子がじゃあドクターストレンジってこと？だいぶ可愛いな。めちゃ可愛いな。ガンコラね、やっぱイラストは強いんですよね。まあ元ネタがあるんでしょうけど、ちゃんと進化でね、イラストも変わりますし、まあ閉じ込められちゃうんですけど、結局。うわ、めっちゃ携帯あるこの子。この子は何者？もしかしてウルバリンさんですかこれ。マジか。だいぶ可愛いな。さっきから。こっちの方がええやろ。マーベル好きだったら、そりゃマーベルコラボ豪華ですから、嬉しいんでしょうけど、マーベル知らん身からしたら絶対こっちの方がいいやんって思っちゃうんだよね。この差だよこの差、変わりすぎです。タピオはタピオでよかったわ。じゃあタピオがめっちゃ可愛いキャラクターだったら、ちょっとサノス辛いもん。サノスじゃない方がよかったってなるからさ、タピオはタピオでよかったな。お前がロケグルか、副属性が火になるからお前ロケグルだな。さては、なんかガンダムっぽいね。また
ガンダムまではいかないかな。でもマシンタイプだもんね。デュエマとかにいそう。全然あの副属性非要素ないんですけど、いいんですかこれ。本家のロケグルが引きだからつけときました感すごいんですけど、大丈夫ですか。はい、武器とかも同じ性能ですね。君はどこが顔なんだ。狼っぽいあれってことでよろしい。これ誰が何と言おうとペニーパーカーですよね。ペニーパーカーに関しては本家の方がいい。こいつなんかもうどこが顔かわからんもん。どこが何かわからんからな。はい、続きまして、いやデッドプールだろこれ。どう見ても絶対そうだよ。あの武器見たらわかるですね。すごい異形だけど、なんかセンスみたいなの持ってる。なんだろう、閻魔大王みたいな。これで回復タイプなの？どう見ても悪魔だが。っていうかデッドプールって回復タイプだったんだ。それを知らんかったわ。うわー、なんかすごい。わし。この辺からなんか人間じゃないね、本当に。この辺は黒マギにいそうだよね。まあ、あとは軽く流していきますよ。こいつもかっこいいな。バルハラ？ホーリーナイツバルハラ？この人は天海さん。個性が強いなぁ。こいつもなんかね、この辺なんか見たことあるよ。こんな感じのキャラクターおらんかった。なんかさ、FF かなんかにおったよね。お前はグランディスの親戚かなんかじゃないか？天野岩戸さんです。え？誰？ロッキー？まさかお前ロッキー？うわ、来ちゃったね。このガンコラの方が良かったパターン。何この可愛い子。うさ耳なのかよくわかんない、この、いいですね。耳がね。ただタイプはゴッドデビル。めちゃ強そうじゃん。ゴッドタイプとデビルタイプ。初めていいなって思っちゃった。いや、こいつもなんか怖、見た目。まあもちろん海外でもね、マーベルコラボができた方が良かったんでしょうけど、なんかこっちなんかすげえモザイクになってる。なんで？何これ？あ、治った。見せちゃいけないなんか。モザイクはモザイクでもなんかいやらしいモザイクだったね。なんかまあこう見た目が違うっていうのもちょっとね、面白くていいなとは思います。見た目変わりすぎじゃない？ミリアムちゃん？てかどんだけキャラいるんだよ、多すぎだろ。改めて見るとマーベルはこんだけいたと。あ、終わりました。というわけで、一通り見終わりました。気になる方は概要欄にリンク貼っておきますので、自分の目で見てみてください。まあやっぱいろんな世界でやるとそういう権利とかなんかあるんですかね。なんで日本版でしかマーベルができなかったのかはわかりませんが、まあちょっとね、今回面白い情報を見つけたので紹介したっていうよくわからん動画でした。皆さんの暇つぶしぐらいになってれば OK です。はい、というわけで以上ナッツでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。